理想は、うん、このヘッドとシャフトと左腕がほぼ一直線に重なって、理想はね、はい、わかります、わかります。もう本当にこの切り返しで見てるんですよ、うん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 。例えばこの位置がどうこうとかじゃなくて、もうこのトップから切り返したとき、ここですね、ここがね、ここが命なんです。なるほど、分かる、分かります、はい。だからもうあとは別にそのなんかクラブが浅い位置から来る、この子なんかめちゃめちゃ上から入ってるじゃん、入ってる、すごい、そうですね、入ってる、入ってる、これが理想ですよね、ホールの中でこれだけ上から叩けるのが。逆に言うと上から叩けるんですよ、ちゃんと切り返しイニシャルになるから。なるほど。最後上から叩けるんですけど、結局切り返してスティープになると体の手を使って、まあ、そうですね、確かにそうです。まあ、そこから思いっきり刺さるから、なるほど。だからそこがね、みんな上から叩けるいくとシャローインが結びついてないとか。あ、そう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 なんですよね。だからこの低いとこからアタックしてんじゃないかみたいな。そう、ある意味スティープなんですよ。うん、ある意味ね、まあ、そうっすよね。結構だからこう打ってる、そうかそうか、結構こう打ってる感覚なんですよ、うん、なるほど。なるほど、割と上から入れてる感じなのね。入れてる感覚は全くない。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ケプカもそうでしょ。あ、そうそうそう、そうですよね。僕らとみんなそうですよ。ケプカと似てるもんね、動きが。そう、今の、うん、あれ、分かりました。 OK です。そう、だからみんなちゃんと上から叩ける、うん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 、しっかりダウンボールで叩ける。あ、了解ですよ。それがドライバーになったら自然に、うん、言ってたらやっぱクラブが長くなって、うん、多少フラットになって、うんうんうん、そっかそっか、だってそうなんですね。いや、そうですよ。だからケプカなんてめっちゃ上から行っても上からじゃないですか。めっちゃ上から。あれもなんかシャローじゃないって表現しちゃうのもおかしい、うん、おかしいですよね。あれもシャロー、シャローですよね。シャローシャローですよね。だからそう、シャローインもちゃんと、うん、ちゃんとなってるんですよ、ここで、うん、これがこうなってたらダメです、うん、手が低い位置に来てもシャフトが立ってるとダメ、ダメ、腕が外れて、そうかそうかそうか、肘が、うんうん、まあ、しっかり肘が体の前に入ってくるとシャフトがきっちりシャフトのポジションに入ってくるっていう、拷問の時もちょっと言ってたんですけど、いやー、わかりました。結構その、うん、本当にやっぱりアマチュアだと難しい、やっぱちゃんとゴルフのスイングっていうのを、うん、知らないとね。知らないと、いきなりその話されると。一言でシャローって言うと、なんかすごいこう浅くとか、あとすごいクラブが緩やかに入ってくるイメージとかありますね。あるかもあるかも。この辺がなんか、うんうん、あるかも。すごい。こうやって払い打つっていうような、うん、あるね。そんな印象もあるんじゃないですか。あ、じゃあそれはすごいある。シャローっていうと、シャロー浅く入るっていうね。めっちゃある。ちゃんと上からですよ。めちゃくちゃこの辺はすごい上からこう。ちょっと入りますよ。そうしないと強いと持てないと思ってるんで。いや、それはね、まあ、それもね、もちろん人によりけりですけど、まあ、ドライバーならいいけどね、うん、まあ、だからそうですよね。アイアンはきついよね、やっぱりね。圧倒的にアイアンがね、皆さんこう強くね、バチって打ててる人って本当少ないじゃないですか。そうですね、確かに。一般の人ってプロのアイアンってすごいかっこいいじゃないですか。いい音してターフ取れて、ね、なんかアイアンってかっこいいじゃないですか。アイアンかっこいい。だってドライバーでどちらかというとポコーンっていう感じですよ、まあ、ね、うん、そんななんか、うん、こういう感じじゃないですし、やっぱこう僕は一般の人に、それこそ僕はラウンドレッスンとかコースレッスンとかで、やっぱアイアンショットに驚かられるんですよね。あ、すごいっすね。わかります、わかります。ホップするね、プロってそう、なんかそういう風な憧れってあるじゃないですか、うん、あのアイアンのこのストーンって、あります、アイアンでいいショット打ってほしいですよね。なるほどね。なんかそういう、わかります、わかります。あ、なんかこう僕らも学生の頃にやっぱこうやって打ってた時にこう当たってた時に、そのコーチに教わって忘れもしないその衝撃的な一発っていうのが僕はあるんですけど、うんうん、それがあ、こうやってアイアンって当てるんだなって、うん、やっぱその当時僕もこうやって体止まってこうやって打ってたんですけど、その頃こう僕が習ってたコーチはアメリカから、うん、アメリカで学んでいたコーチなんです、うんうんうん。で、僕はバッティングセンターに毎日行けって言われたんですね、うんうん、僕のスイングをパッと見て、あ、そうなんです。ゴルフやめろって言われたんですよ、2ヶ月、うん、ゴルフやめろって言われて、とにかくバッティングセンターで毎日、僕その時全く何言ってるかさっぱり理由分からなくて、うん、今なのか分かりますけど、うん、はいはい、
でも多分初めは打てないぞって言われた、うん、その通りで、うん、もうずっとバッティングでもこうやってこうやって打つ、ああそうかそうか、はい、当たらなかった。でだんだんこう、あ、バッティングってここで捉えるんだなって思ってきて、でそれをもうバッティングをひたすらやって、うん、素振りもゴルフの素振りは一切やるなって言われた、うんうん、バット持って毎日素振りし100スイング以上やれる、うん、でそれですよ、ほんと2ヶ月毎日バッティングセンター帰ったんですよ、学生の頃、大学の頃、うん、で会って久しぶりに2ヶ月後にで、いきなりと僕ほんと全くゴルフのスイングしなくて、うん、久しぶりに会って、はいはい、打ってって言われたんです、うんうん、いきなりちょっと7番で打ってって、うん、もう不安でしかなかったんです、うん、クラブ全然打ってなかったから、うん、2ヶ月間やってなかったから、うん、もう人生で打ったこともない一発です、もうその感触って僕今でも忘れないんですけど、それだけボールを、あ、押すってボールを押すインパクトってこういうことっていうのが今でも本当忘れない、だからこうやって打てたんですよ、初めてこういう形で、あ、こういう形で打てて、今まで本当僕はこうやって打ちたんだなっていうのが、こうやって打ってた学生の頃、ね、はいはい、でそれが、うん、もう二本出るのが一気に伸びたんですね、なるほど、一瞬で、うん、それにめちゃめちゃ感動して、しかもすっごいかっこいいフェード打ってたんです、うん、フェードなのに二番手以上飛んでるんで、うん、だそれで、あ、今思えばこのコーチはこういうことを言ってたんだな、アドレスももっとハンドパーソンしろって言われてましたし、その時だからその時やっぱ今思うともっと開けって言われたんですよ、インパクトで体を、あ、はいはい、うん、もっと開け開けって、うん、もうでこうターンしてると決してでこう体を止めて、うん、体の正面で打とうとするなっていうことをすごい言われてたんで、そうですね、あとはまあそのまあ、よくこれは GG 系で言われてる、その今日は体を開けっていう、開いて打つっていうのもかなり、これも勘違い多いじゃないですか、これも多いと思う、これがだから正しい、そうそう、いろんな解釈できちゃうから、そうですよね、体を開いて打つっていうのもすごい難しい部分ではあるんですけど、要するになんかダメな開きって結局こうただなんかこう、なんていうか、本当に、ね、本当にそれこそ野球みたいな感じで、まあ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 、ありがとうございます、野球ってこう、まあ、基本的に横のボール打つんで、うん、こうやってね、シンプルになんか横に回る感じですけど、うんうんうん、まあそうするとこうやってよくこういう感じで、ね、あ、もう開いて後ろに残るっていう、はいはい、よくあるじゃないですか、あります、あります、だからこういうことじゃないじゃないね、だからその、まあこれはジョージとかも言ってましたけど、はい、あくまでも体を縦に使えば、うん、ね、あの回転っていうのは基本的に体は回った状態にはなる、うん、要するにこう背骨を軸にして、まあ、インパクトにかけては左サイドが上がって、うんうん、右側が要するにこう下がるとか、はいはいはい、まあ、よくこう整形的とかっていうような、うん、ですね、はいはい、であれば勝手にこう体はローテーションした状態にはなるんですね、はい、だからこれが体が開いた状態だって、あ、なるほど、決して、はい、あ、それは違うんだ、そう、なるほどなるほど、体を開くっていうのはこういうことではなくて、しっかり左股関節に乗って右が下がって左がこう切り上がってる状態、あ、 OK です OK です、こういう状態が開いてますね、そうするとちゃんと左サイドに壁もできてボールを押し込める状態、これで体が開いた状態、結果的にこう背骨を軸にして左がこう下がって右が、あ、左が上がってるんですよ、右が下がっていったら、これって体ローテーションした状態になってるじゃないですか、なってます、なってます、これが、うん、そうね、なんか、うん、開けとそうなっちゃうね、うん、なっちゃう、なっちゃうっていうか、うんうん、だからちゃんと左の股関節にインパクトで乗って、うう、左サイドが切り上がって右が下がる状態っていうのが、うん、これが真の体が開いた状態ですよっていうことも、OK です、OK です、まあ、これも開いてインパクトするっていう上で、うん、めちゃめちゃ大切です。なるほど、すごい分かりました、うん、そうするとちゃんとこう乗っていける、うんうん、これがよくあるパターンですね、そう、なんかそういうこういろいろどんなキーワードってあるじゃないですか、例えば GG ってそのシャローとか、体をもっと開いて打つとか、スクワットダウンとかもそうですよね、あ、確かに確かに、スクワットダウンっていうのもなんかこう、ね、それも勘違いしてる人がいて、うん、しゃがむっていうね、うん、まあ、しゃがむって持っちゃいますよね、日本語で簡単に言うとね、
でも正しいスクワットってしゃがんでないですよ。むしろお尻ってちょっと上がってるな。ああ、そうなんですか。タイマーとかやってる子。なるほど。しゃがんって、これしゃがんで、まあしゃがんね、力出せないですよ。確かにそうだ。膝がこう前に出てお尻が下がっても、これで高くジャンプできないです。うん、だからバスケットのシュートみたいな感じで、シュートするときどういうポジションになりますかって言ったら、確かにそうなってますね。そうやって膝が前に出てお尻下がって、こうシュートする人っていないじゃないですか。いないっすね。確かにそうです。だからそれが要するに地面を踏んでいく。あ、だから俺もこの動作が地面を踏んでいく動作があって、これがこうやって、ただなんか。なるほど。だけどね、そうやってる人いっぱいいます。そうですね。昔なんかドラコンとかで昔しゃがめしゃがめって言ってたんですよ。うん、みんなそうやってしゃがんだもん。そうですね。だからまあそういうのもちゃんとトレーニングで きっちりやってる人ならわかるんですよ。例えばスクワット正しいと思って、うん、こうやってバーベル担いでこうやってスクワットするんですけど、でもやっぱりトレーニングとかわからない人ってスクワットやると大体こうやって膝が前に出て、ね、お尻下がっちゃうので、そうか、本当はお尻が下がってから膝が曲がる動作が、そういうことなのね。何でも僕は言ってるんですけど。そのテニスの構え、うん、そのサーブを待ってるときどういうポジションとか内野手とか、うん、内野手とかがアップと、うん、そういう動き出せるポジションとかどういうポジション、それが地面を埋めてる状態、うん、これだと動けないわけですよ。そうだ、こういうポジションで構えてても動けない。そうだ、だからジャンプするときにどういうポジションになるかっていうか、自然にこうじゃなくて、そうですね、まあそういうことをいろいろ勘違いをなくすために、まあ、そういうお話をしたり、主にはそこですかね。まあ、すごい面白い。気づき、そのシャローの部分と開くっていう部分と、やっぱ地面を踏むっていう勘違いっていうのは、一番大きなポイントじゃないかなっていうのがありますね。